はい、こんにちは、ウイタクフチャンネルです。本日はなんとじゃじゃじゃん裏社会ジャーニーの撮影現場に来ています。日下さんと丸山ゴンザレスさんです。どうもよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。今日ウイタさんゲストで、ね、はい、裏社会ジャーニーに来てくれました。はい、はいはい、それ終わった直後にウイタさんのも撮ろう。いや、本当は俺は撮影しちゃいけないなと思ったんですよ。草加さんに今回はゲストだから撮影じゃないですみたいなこと言われたから、え、マジか、俺撮れなかったなと。いやいやいや、ほんとちょっと締めていいでしょ。じゃあで早速なんですけど、はい、ちょっと俺の聞きたかったことを聞きたいんですけど、はい、まず草加さんってこの裏社会ジャーニーの影のプロデューサーみたいな感じですよ。はい。草加さんってアウトローじゃないですか。なんかすごい。そうですね。完全にそうですね。いや、僕は誤解してて、初めはすごい不良業界に造詣の深い作家の方ぐらいに思ってたんですよ、うん。すごいカルチャーに詳しい、本人はただのっていうか言い方してるんですけど、物書きぐらいに思ってたんですよ。うん、だけどこう、付き合いを始めてみて、見てて分かったのが、一番アウトローじゃないかな。ああ、そうですね。いやいや、最初の想像のままですよ。マジですか。たまたま詳しいだけで、私はもう全然。だから筋道とかも結構分かってるじゃないですか。ああ、大事ですね。そうですね。はい。こいつの会社行くとあれですよ。はい、神だなって、いろんな組織の、はい、坂崎顔みたいな。全部嘘なんで。やめて、それ。銀行から目つけられるでしょ。ちゃんとした会社、ちゃんとした会社。ちゃんとした会社なんですけど、付き合い方とかは、多分皆さん、どう思ってるかわからないですけど、はい、そのアウトローの人に対して、はいはい、だけそういうなんかやってるわけじゃなくて、誰に対しても、それを、付き合い方きちんとやってますよ。僕から見てる限りは。人付き合いが上手いんですよ。プロですよ。ただ、まあ、約束できないことは約束しないし、はいはいはい、約束したことはなるべく守るってことだけですね。もう、自分の負担にならない中での。そうです、そうです。じゃあ、その器が広いですよ。あんまり、うん。結構、昔、基本昔って言って、情が熱いわけじゃなくて、うん、年々冷たくなってるんですよ。最近俺のボケとかも拾わなくなってきてる。めんどくさくて。近しいですよね。丸山ゴンザレスさんとはもともとどういうあれなんですか？勤めてる会社が歩いて30秒くらいなところにあった、はい、もう20年ぐらい前ですか。あ、そうですか。だから、前じゃないですか。まるちゃんの最初の、はい、初代編集者です、はい、あ、そうなんですか。担当編集だったんですよ、はい、なんか僕は、はい、ガテン系の測量会社勤めてる時に、はい、本当そこで朝なんか機材とかガチャガチャ積み込んでる時に下っ端だったんで、はいはい、だから大学の時の同級生が、はい、小走りに行くのが見えて、はい、俺ってなって話をしてたら、はい、今そこの出版社勤めてんだよ、はい、同級生が、で、それ遊びに行くようになって、はい、で出会ってっていう感じですね。それがうちの会社の同級、営業の人間だったんですよね、はい、で、紹介されて、昼飯食ってるうちに、大量旅行行ってる、行ったっていうんで。話が面白い。そうそうそう。じゃあそれ本書いてみたら、って。で、本を作ったっていう。で、初代の編集者、担当編集だったんですけど、うん、はい、僕はそこからもう、本書く、自分で書くより、書かせる方が楽なんじゃないかって、その時思っちゃったんです。その時に、で、その後は、会社がちょうど潰れたんで、倒産したんで、そこから出版の世界に転職して、本の編集とかやり始めて、で、交流していくんですよ。最初の編集者の方と今もこれで続いてるってある意味すごくないですか？俺なんか全部喧嘩分かれちゃって。で、割と思い出あるじゃないですか、はいはい、最初の本って。確かに、デビュー作って。それもあったのと、はい、まあ友達が、そもそも同級生で友達が普通にいた会社で、はいはい、そこからだからその自分も出版の世界にその編集者やりたいって入ってって、いろいろ教えてもらったり飲んだり、お互い若かったんで、それこそその新宿とかで飲むとか、そういうのとかもよく分かってないから、一緒に動いたりしてたんですよ。だからそういうのでこう、交流というか友達としてこう、遊んでいく方が長いっていうか、が長くなってきての今って感じですね。あ、そうなんですね。丸山ゴンザレスさんは草加さんと一緒にこういうお仕事をしながら、うん、いろんなこっちのアウトローの話とか性格だったり、うん、その人のエピソードも全部こう頭に入ってくるわけじゃないですか。聞いたり、うん、合わないにしても、それってでも自分が世界行ってクレイジージャーニーとかみたいにいっぱい見てきた中で、うん、ガチのギャングいっぱいあるじゃないですか。あ、こっちの不良の特性と比べてどうなんですか？あ、全然違うと思います。なんか
ガチのギャングって言い方に対して僕一個だけ思うし、はい、日本も日本でガチのギャングだと思ってるし、あの海外のそのいろんな地域のそれこそ名のあるグループとか、はい、そういうところあったりしたんですけど、はい、あの日本は日本の様式美があって、はい、で日本のカルチャーの中でやってて、で何がすごいって日本ぐらいガチガチにこう縛りが厳しいところで抜けてるやつらってすげえなっていつも思ってますよ。ただ僕はあの本当に日本語が通じちゃうのがやっぱしんどいんですよ、うん、あのどんな厳しい取材してても最後空港行ってさよならして空港行って帰ってくれば僕終わりだから、はいはい、そういう意味では日本いると逃げ場ないから若干しんどいなっていう、付き合いが続いちゃうってことですか。そうなんですよ、つまりその日常生活の中に付き合いが延長で入ってきちゃうから、確かに、だからそういう言い方すると日常にうまく溶け込んでるんじゃないかな、あの日本のアウトローの方が、うん、こっち帰ってきてファベーラのギャングとかとやり取りしないですもんね。何人かはします。そうですね、インスタとかフェイスブックとかで、はい、でもまあまあまあで元の人だったりとか、だいぶコロナでも連絡つかなくなったりもしたんで、やっぱりね、特殊な世界なんですよ、はい、あくまで海の向こう側の、組織だったりグループって、住んでる場所とかももう違ったりとかもするし、ね、日本の場合だとやっぱりその日常生活に上手に溶け込んでる人が今生き残ってる方が多いんで、その辺はちょっと違うかなと思います、ね、目的も違うんですよね。こっちの不良になった理由と、あ、海外のその生きに行くためとかと、うんうん、わかんないですけど、なんか昔僕府中刑務所いる時の香港人の向こうの、ウォショウゴってマフィアのやつが全部の考え方が仁義とかよりもやっぱ、え、これはいくらになるの、だったらアホらしいとか、うん、この人とこの人の仕事はいくらになるの、じゃあ俺らも関わろうかなとかっていうことにやっぱ兵隊まで出すみたいな考えなんですよ。だけど日本の人たちってやっとこっちの人と縁ができたからじゃあとか、そういうなんか、うん、なんか違うじゃないですか、うん、目的が、まあ、本音と建前って逆に言われるけど、はい、まあそのやっぱ任侠強格みたいな意識とかは、はい、絶対に一応残すみたいな感覚は日本はあって、だからきちんとしてるってさっき言い方したし、はい、文化的なことを言ったりするけど、逆に返すとまあ面倒くせえってこともあったりするじゃない。そんなことはないですよ。ね、僕の口からは言いづらいですけど、でもね、それはちゃんとしてる部分もあるけど、だから日本人に海外的なアウトロー的なことをね、うん、求められるとちょっと違うかなと思うんですよ、うん、堂々とアウトローでございますって振る舞うこと自体がそんなにいいことではないじゃないですか、うん、今の日本社会において。でただ決めるとこは決めなきゃいけないっていうか、そのオンオフがあったりもするから、うん、そもそもウィキペディアでですよ、事務所の住所が出てくるような国っていうのはね、なかなかないんですよ。大半の国はやっぱ秘密結社とかそれ近い扱いをされるんで、もともと潜ってるんですよね。そうだな、中南米のギャングとかも、はい、そういうもんなんですよ。普段制御というか別の仕事をしてて絶対表に出てこない人たちもいるし、分かりやすいチンピラとかありますよ。そうじゃなくてやっぱ上の方に行けばやっぱ全然知らないし、知られてるとしたらもう世界的に知られてる人しかいないっていうか、じゃないと本当は知られてたらなるんですよ、ね、はいはい、できないですね。もう基本全てのしのぎの違法性の度合いが強すぎるっていうか、世界から敵に認定される人たちが多いわけですから、だからちょっとだいぶその雰囲気というか、日本は世界から見たら甘く見えるのかもしれないけど、ある意味うまく強制してるところもちゃんとあるなとは思いますね。ただやっぱ政治外交とか全部ひっくるめて、日本人の方がさっきおっしゃってた本音建前の世界だから、腹の中が本当一番分かんない国が分かるんです、うん、だってあーかもしれない、海外のギャングとかが本当に腹減ったからパン買うからそれよこせとか、俺の女に手出しやがって殺せるぞバーンじゃないですけど、ストレートじゃないですか、うん、感情直情型というか、うん、その大義がストレートじゃないですか、俺の縄張りに入りやがってお前ら、だけどこっちの人らはまあ要件はそれだけじゃないんだよなとか、うん、分かっとるんかとか、うん、なんかそういう匂わせが多いっすね、めんどくさっちゃ多い。その感じがあるのは、はい、いわゆるマフィアです。ああ、そういうことか。イタリア型だったりもそうだし、はい、ニューヨークもそうだし、だからそれで言うと今は、メキシコなんかもそういうところがあるんですけど、はいはい、大組織になってくると、やっぱりその、付き合いをしながら、そういうのはありました。いわゆる、その社交があったりとか、
メッセージを飛ばすとか、はいはい、あの大きな組織になればなるほど日本型に近くなるかもしれないです、ね、ファミリーになるんだね。そうです、はいはいはい、日本はそうよ ね、 うね、なんとか一家っていわゆるファミリーですから、ね、あと緊張感の持たせ方とかもなんか僕のイメージですよ。僕のシティオブゴッドとかああいうの見た僕の海外ギャングとか向こうのワールドのイメージはやっぱ急に怒ってて仲間たちが、うん、で ある日茶かぼって倉庫に呼ばれて、お前こそこそ裏で勝手にマイク打ってんのかみたいな怖がらしてくるみたいなのを感じるんですけど、うん、日本の不良もまたねちっこいというか、うん、なんだろう、しつこく、うん、だから面倒くさいじゃないですか、うん、脅かし方も。いやだトラブルが起きた時とかって、はい、まあ、大体一歩入るじゃないですか、はいはい、もう考えるのは、この人とこの人とこの人に会いに行って、はい、この人とこの人とこの人に電話をして、はい、こことここに話を納得させてもらって、はいはい、それを誤解なきようにこの人に伝える絵をやって、全員に報告して終わるな、みたいな。それだって下手したらその報告しに行くやつがどっちかに違うこと言っちゃったり、万が一のことがあったら、今度、お前空気入れろって言って、はい、今度揉め事が変わっていくじゃないですか。はい、あれ誰が揉め事を毎回収めるんですか、そういう時に揉め事起きた時にバランサーみたいでしょって、うん、俺かなって自発的に動くんですか、それともなんか周りから頼まれてくるんですか。やっぱ自分は頼まれるパターン、中立的なパターンですし、うん、どことビジネスの付き合いを一切しないんで、うん、もう単純に人としての感情の動きでやるんで、うん、話を聞いて落としどころがこうで、これやりたくないんだけど、うん、もう頼まれたらやるしかない。片切りだよな。いやいや